埋まってんの？ああ。耳？え、ハートでどうなんだっけ？OK？OK。OK入っちゃった。はーい、いい感じ。これがアスパラガスでしょ。え、食べっ子動物になってあるんだけど。5月5日でアスパラビスケットの日が1月10日。なんで5月5なんだ。子供の日だって。子供の日の方が強くない。いろんな種類あるね。ね、すごい。あ、めっちゃ可愛い。この2002年のやつがすごい可愛い。立体的。チョコがけ。美味しそう。実際に食べっ子動物食ったことないかもしれない。あ、やっぱ、ほら、言ってたやつ。食べやすい。写真下手やな。下手やね。わかんないけど。いやだから証明写真なんだって。ピース。イエス。動いていいんだよ。あ、いける。いやいやいや、小さいな下がりがち。何それ。わかんない、自分で決めた。何刺してたのさっき。え、ずっと何刺してたの。ウサギ刺してた。全然ずっとウサギ刺してた。遠くてさウサギ楽しいよ。写真上手くなろうのコーナー。ああ、
いやこっちから撮ってもそっちの耳かけても何も映んないんだけど、よ斜めに撮ってるからさ、こうか流して はい変えて何か顔すぐれてない？なんとない？誰？え、うさぎの方ね。さすがに悪口じゃない？持って帰る？持って帰る。大炎上だけど。何が欲しいの？ウサギ。取れない？ああこういう感じだ。どっち掘って取ってほしい？手元がいい。手元がいい？はい。行きますね。はい。ゾウ。けどもまあいいんじゃない？ゾウ。まだいいよ。ゾウなら。ゾウはまだいいかな。なんか別の変なのカバとか来られるよ。いや全然これでもね、猫とかはいいけどね、ライオンとかでも猿もいいね。そうね、なんかメインどころ来てほしいね、せめて。うん、行きます。あ、これもこういうタイプの、はい、見える、一緒に見える。外れた、なんて見えないですけど。この香りがする、サムネこんなの、ウサギが美味しかった。あの数当てるのは聞いていいよ。だってさ、56、何個だ、これもモーターめっちゃ重くて2種類ぐらい入れてくれ。なんかね、太ってるよな。もう太ったある割にはさ、なんか燃えてね、太った割にはね、太った割には漏れてるね。